立石光雄は、大阪府和泉市出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は、中日ドラゴンズ2軍野手総合コーチ。初芝高等学校在学中の1975年に、選抜高等学校野球大会に出場。その年のドラフト3位で、南海ホークスに入団。内野なら、どのポジションでもこなす、マルチプレイヤーとして1軍に定着。パリーグ初の背番号0を背負った。1984年には三塁手のレギュラーを、池上角と争い、好成績を収めた。1985年オフに結婚。1986年に現役を引退した。引退後は、南海、福岡ダイエーホークス、中日ドラゴンズ、台湾プロ野球、和信ホエールズ、大阪近鉄バファローズの各チームで守備、走塁コーチを務めた。2005年から阪神タイガース2軍野手総合兼打撃コーチ。2014年7月18日2006年にはシーズン途中から胃潰瘍で長期入院した島野育夫に代わり2軍監督代行を務めた。2010年から2012年までは育成チーフコーチを務める。2014年から台湾統一セブンイレブンライオンズのヘッドコーチに就任し、同年限りで退団。2015年から韓国プロ野球ハンファイーグルスの2軍作戦、守備コーチに就任。2014年秋季沖縄キャンプよりチームに参加。2015年10月8日に来季の契約を結ばないことが明らかになった。10月13日に2016年から東北楽天ゴールデンイーグルス2軍内野守備走塁コーチに就任することが発表された。2017年からは1軍、2軍巡回内野守備走塁コーチ。2018年から1軍内野守備走塁コーチを務めていたが6勝19敗1分と最下位に沈み、守備や走塁にも細かなミスが目立ち、4月30日の試合終了後から牧志康平と入れ替えになる形で2軍育成コーチに配置転換された。同年10月5日に来季の契約をしないことを通告された。2019年からは中日ドラゴンズで巡回野手コーチを務め、2020年からは2軍野手総合コーチ。連続で30年以上、コーチ業を続けている超ベテランの指導者である。現役時代の1984年5月29日、対西武ライオンズ戦で、三塁走者の駒崎康一を隠し球でアウトにした。この場面の一部始終は、同年のフジテレビ、プロ野球珍プレー、好プレー大賞で取り上げられ、珍プレー大賞に輝き、以後同番組で繰り返し放送された。なお、隠し球の影で忘れられているが、その試合中に剥離骨折を起こし、途中2ヶ月ほど欠場している。開幕時の西友劇手だった、貞岡聡明が、アキレス腱断裂で、長期離脱したため、三塁手だった、久保寺雄二を、遊撃手で起用、控えの立石が三塁手に入って、半月後のことであった。立石の代役にはもともと三塁手だった、山村義則を、左翼手から回したが、絶不調。結局、前年一塁を守っていた、池上角と立石が併用された。本来は二塁手の河野隆光が、ジェフ・ドイルの加入で、中堅手へコンバートされ、一塁手のクリス・ナイマンも、守備力は低かったため、1984年の南海は内野守備が安定せず、特にシーズンを通して固定できなかった三塁手は26失策、遊撃手は34失策という類を見ない、接種ぶりであった。ありがとうございます。